暴走機関車、暴走機関車、暴走機関車、現代、ランナウェイトレーンは、1985年公開のパニック映画、アラスカ州の重犯罪者刑務所からの脱獄を繰り返した囚人マニーは、所長のランケンに目の敵にされて3年間もの間、懲罰棒に入れられていた。しかし世論から批判を浴び、さらに裁判で敗訴したランケンは、 マニーを普通棒に戻すことを余儀なくされる。しかし、ランケンは他の囚人を使い殺害を企てるが失敗する。古速なやり方に激怒したマニーは彼を慕う囚人バックの協力を得て刑務所から脱獄しようとするが一緒に脱獄したいと嘆願されて同行することになる。操車場にたどり着いた二人はちょうど校内に入ってた40連のディーゼル機関車に隠れて乗り込み、 アラスカからの脱出を図る。しかし、発射直後に、機関士が心臓発作を起こして、意識を失い機関車ら転落してしまい、機関出力が全開のままだったために、非常ブレーキも焼き切れ、列車は無人の状態で暴走を始めてしまう。一方、二人の脱獄を知ったランケンはヘリコプターで、捜索を開始、間もなく、通報で操車場に逃げ込んだことを知る。 機関車が暴走との通報を受けた指令所のフランクは機関車を無傷で停止させるために指令システムを稼働させようとする。しかし、機関車の速度は上がり続け、側線に対比しようとしている対抗する貨物列車に突っ込んで最後尾の緩急車を粉砕して走り続ける。ようやく異常事態に気づく間にーいトバックだったが、機関車がどこかにいるはずと考え、 また姿を見られて通報されることを危惧してその場を動かずにいた。一方、フランクの上司である運行部長のマクドナルドは会社の損失回避を優先して機関車を脱線させるようにフランクに命令する。フランクは渋々ながら機関車を脱線させるために側線に移動させようとするが無人のはずの機関車から警敵が鳴ったことを確認したため、 急遽機関車を停車させる方針に切り替える。同じように、警笛を聞いたマニーとバックは、誰かが乗っていることに一旦ワンドするものの、警笛を鳴らした女性産業員さらが後方に避難してくるのを見つけて、状況を問い詰める。そして機関車が無人であること、非常用の機関停止ボタンは、戦闘車両からの操作が必要なこと、二両目の機関車が流線型であり、 全部の通路ドアが関係車との衝突で開かなくなってしまったため、先頭の機関車にたどり着けないことを理解する。三人は機関車の電気連結機を切断して速度を落とすことに成功するが、根本的な解決には至らず、二両目の通路ドアをこじ開ける作業も失敗。結局外から先頭車両へ行かなければならず、バックがその役目を買って出る。だが、猛スピードと、 寒さの中捕まるところが穴い機関車の側面を渡っていくことができず逃げ戻ってしまう。激怒したマニーはバッグを殴りつけ再び外に出そうとする。止めようとしたサラも殴られてしまう。それを見たバッグは激怒、マニーはナイフを取り出して襲いかかろうとして、殺し合い寸前の状況なる。サラが絶叫して二人を止めるが、囚人仲間の憧れだったマニーが、 自分だけが逃げ切ることしか考えていなかったことを知ったバックは失望する。その頃暴走する機関車が化学工場に突入する可能性があることを知ったマクドナルドは機関車を配線に移動して脱線させることを決定する。機関車が配線に移させられたことを知ったサラは自分たちが見捨てられたことを知り絶望するがそこにフランクから情報を聞き出したランケンが追いつく。 ランケンは部下を機関車に乗り移させようとするが、部下は乗り移ることに失敗して、機関車に激突死する。それを見たマニーは興奮して破損した窓から身を乗り出し、ランケンを挑発する。ランケンが自ら機関車に乗り移ろうとしているのを見た。マニーは彼と決着をつけるために一人で、戦闘車両に向かう。大怪我を追いつつも何とか戦闘車両にたどり着いた。 マニーは運転室でランケンを待ち伏せし、隙を見て、彼を気絶させ、手錠を奪い取って拘束する。正規を取り戻したランケンは、脱線まで時間がない。バックと、女はどうすると、マニーに非常停止ボタンを押して、列車を止めるように悟すが、彼は、俺とお前だけだと言い残して運転室を去る。そして、連結器を解放して、バックとサラの命を救い、機関車の屋根に登って、 吹雪の雪原の中に姿を消していく。2018年10月2日発売の BD には2種類の吹き替えをすべて収録。機関車は4両編成で、全車両エレクトロモーティブディーゼル車製で、アラスカ鉄道所有。GP7 リットル R の2両は、出演に際して、ショートフードをオリジナルの高さに戻してある。なお、出演する機関車が、明らかに違うシーンもある。 それらの中には GP38 から 2GP7GP28 も登場する。1号車の GP40 から3010号は新塗装を施され、2009年現在もアラスカ鉄道において使用されている。2号車の K7A-1500 号は現在は退役し、アラスカの交通工業博物館に保存されている。 4号車の GP7 から1810号は後に、オレゴンパシフィック鉄道に売却された。中盤に登場する、貨物列車を牽引している機関車は MR、MRS-1-1605 号。本作公開時にはすでに解体されていた。創車場を出発するシーンで、 BA&P 鉄道の GP38 から2が登場するが、それらは1986年にくしくも、アラスカ鉄道に売却され、同社の2001.002となり、2014年現在も現役である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。